トーマス・ベンジャミン・ケニントン・オーファンズ、イングランド人画家の手になる1885年の、油彩画。指定と、おぼしき二人の貧しい孤児を描いている。放題は確認できないが、現代は、孤児たちの意。孤児とは、両親、親戚等の保護者のいない、未成年者のこと。競技では、海の両親が死別、または、行方不明となった、未成年者を指す。 特に戦争においては、戦闘や空襲によって多くの成人が死亡したため、両親を亡くし孤児となった未成年者が続出した。戦後、このような孤児は、戦災孤児と呼ばれた。また、保護者がいないというその様から、ある仲間や業界の内部において、師匠格や先輩格となる人物の廃業、死去、あるいは所属団体からの脱退などによってよるべき上位の、 人間関係を失ってしまった若手、修行中の人物や一文弟子のことを、会の孤児などと表現することがある。英米児童文学には、孤児を主人公とした親のいない子供を描いてきた歴史がある。赤毛のンのン、秘密の花園のメアリー、足長おじさんのジュディが代表例で、孤児と言えないまでも保護者がすぐ離別してしまう、小工女の聖ラなど、事実上の孤児が、 物語の主人公である場合も多い。ハリー・ポッターシリーズも主人公のハリー・ポッターは、孤児である。2003年に日本経済新聞が行ったアンケートでも、子供に読ませたい世界の名作ベスト10に、トム・ソーヤーの冒険や、ハイジなど、孤児を主人公とした作品が数多くランクインした。著作権所持者の特定ができない著作物を、権利者不明著作物というが、 個人や親のない子になぞらえて、英語では、オーファンワークスと言い,い、日本語でもこの語を音写した外来語、オーファンワークスが通用している。加えて日本語では、同じ意味合いで、古事著作物、古事作品、オーファン作品、その他の名称も用いられている。ありがとうございます。